こんにちは、春山春彦です。今日はですね、桜の花のようにと、難病に伏してと、著者はね、万田文さんですね。で、南方新社から出ております。定価が本体1200円ですね、プラス税です。実をね、言いますと、この万田文さんという方はね、先だってね、私が紹介しておりました、これですね、これ朗読しましたね、前回、生活農業の時代というのがありました。でこれを書かれたのはね、万田正春先生ですね。鹿児島大学の副学長された方ですね、元ね。その奥さんがね、この、万田文さんなんですね。二人とも農学博士ですね。で、このここにありますけども、鹿児島県のね、溝辺、の高瀬とこう読むんですね。竹の子って書いて、これでね、アイガモ農法をやったんですね。で、まあ、その講義録ですね、これがご主人の万田先生ね、正春先生が書いた本だったんですが、この奥さんがね、このアイガモ農法をやって1年半過ぎた頃にね、難病にかかるんですね。まあそのね、まあ、闘病生活ですね。万田文さんというんですね、難病に伏してと、桜の花のようにと。でこれはやっぱり南方新社から出されておりましたね、出されておりまして、定価は本体が1200円プラス税ですね。これもね、私朗読しますけど、合わせてね、買い求めてください。書店に販売しております。はい。2年前にね、この奥様はね、亡くなられたんですね、難病で。はい。その本ですね、奥様が、文さんが書かれた桜の花のようにというのをね、今から朗読していくんですけれども、もう万田先生についてはね、前回紹介しましたので、このね、奥様のね、この著者万田文さんについてのね、プロフィールをちょっと紹介しておきます。万田文さんですね、1944年12月9日宮城県仙台市生まれですね。はい。で、東北大学農学部卒業ですね。同農学部技官ですね。はい。文部技官というんでしょうかね。で、69年度にこの、今の万田正春先生ですね、鹿児島大学の副学長をされた方です。農学部の名誉教授ですね、と結婚されるんですね。で81年に、鹿児島大学教養部、まあ81年にご主人の万田先生もね、鹿児島大学に来られましたんで、まあ非常勤、講師を務められるわけですね。で、92年には医学博士ですね、取得。まあお二人ともね、博士号取得、当然ね、されたわけです。で98年度全国アイガモ追悼会の事務局員としてね、まあご主人の、正春先生をね、手伝っていたんです。で2003年夫の退職、まあこの万田先生ですね、正春先生の退職後に、夫婦で農的生活を目指してね、この先言いました、霧島市溝辺町高瀬と、これ高瀬と読むんですね、なかなかこう高瀬と読めないですけど、ここに転居して、まあ、アイガモ農法を始めるわけです。これは写真ですね、奥様のご本人の写真です。美しい方ですね。私もね、2回ぐらい会っております。品のある方でね、これ万田農園にと、もちろん水筒はね、アイガモ水筒が主でしたけども、ハーブなんかもね、作っておりました。まあそれを全部称してこの万田農園と言ってたんですがね、これはもう元気な頃のね、奥様の写真ですね。でまあ残念なことにね、この難病で2年前に亡くなられたんですね。でそれまでにまあ書かれたこの式があります。
まあそれをまとめられたのがね、あの今紹介しましたね、このこれなんですね、桜の花のようにとね、これをまあ読んでいくんです。でまあちょっと私の方もね、万田先生のところでも紹介させていただきましたけど、これは私ですね、春山春彦です私はあのハンドルネームは春山春彦と言ってますけど、実名はね斉藤というんですね。まあ、早稲田大学法学部卒業ですね。で1941年までです。作家活動、まあ、長編随筆、平成貧乏物語と、まあ、これは私がね30年間あのこの教育産業をね、経営したんですが、まあリーマンショックによってね売上げが落ちました。それで銀行主導でね第三者に売り飛ばされるということがありましてね、もう歯がゆい思いしたんですが、まあそういう式ですね、これはね随筆です。それから去年の3月ですか、3ヶ月ね、入院しておりました。まあ大手術をしましてね、もう危篤状態になったんですね。でようやく生還しました。でまあ世を見たっていうとね、臨死体験したという話は皆さんよく聞かれるでしょ。ねほらトンネルくぐって花園に出て三途の川があると、私は そのあれは見なかったんですよ。私はその宇宙の中にね、もう本当丸い風船みたいな、何でしょうかね、青とね紫赤紅ですかね、そのグラデーション、のようにしてねこう混ざってる、まあ、そういう球体を見ましたね。まあ、その闘病記、それから鴨川の愛知の人太、これはまあ小説ですね、他数編あります。これは小説家になろうというサイトにね投稿されております。それから歌手活動というとね、なんか気恥ずかしいんですが、100年前からね120年前のね、童謡、もうこれは名曲だらけですよね。それから夏メロ、これもあるんですね。まあ皆さんあまりよく知られてないんですが、中山新平とね北原紀州が、この書かれたねさすらいの歌というのがあります。これはトルストイのね生ける屍の劇中歌ですね。これは筑地小劇場というところでね、島村宝月と松井須磨子ですね、まあこれは不倫関係にあったんですけど、この二人が立ち上げて、まあそこで歌われた歌なんですね。歌ったのは松井須磨子です。まあそういった懐かしいね、まあ現代の人たちね、私の世代でも歌いません。私は今今年ね83になるんですが、歌いませんほとんど。まあそういう名曲もね揃えております。これはもう文化遺産だと思ってね、私は、後世にね残すべきものだと思っております。それから社会経済政治分野のね評論もしております。それからここにねTMK 帝国史と、ここで藩というね字、これ、まあ、印刷してちゃんと入れ付けがあったんですが、 TM 帝国史っていうのをね、私はまあ一つの簡単な言説ですね。まあ世の中をねそんなにもうその深掘りして説明するより、大雑把にね、まあエジプトの5000年昔の文明発祥以来のね一つのこの世界史には法則があるんですよ。この社会政治経済を通してね、まあアバウトといえばアバウト、大雑把です。それでいいと思います。そうしないと現代人がねあまりにも専門用語を使ってね各分野でね深掘りしすぎてるんですね。でもう糸がもう絡みに絡んでね、それを解くのに、一般の人はできません。だからみんな現代社会人はね悩んでるんですね。そして若者も自殺したりするでしょ。これも大雑把じゃ大げさじゃないんですよ。みんなね要するに複雑化しているように見せているんですよ。私に言わせればね、社会この支配する方ですよ、支配する方なんてだらけてるんですよ。アンポンタンばかりなんですよ、はっきり言って。私から言わせればね、今の市政者ね、トップにいる人たちです。本当アンポンタンですよ。政治家とは言いません、こういう人がね。本当にね、ちゃんとした人はステートメンって言いますがね、政治家は。今の政治家はね、ステートメンじゃないですよ。ね。本当にね、許せない。まあ、そういう人たちの、まあ、
スーパーリッチね、富裕層を中心にしてこれに容赦するメディア、それからその先言いました政治家ね、官僚どもはね、群がるんですよ。これはもう5000年昔からこの、原理は変わらない。これもう2分で終わったでしょ。これでいいんですよ。それからまあね、少しずつその分野でねやっていけばいいんです。で、私はこの反 TMK 帝国主義の中にもね、 TMK 帝国主義の中にも、いつも言いますが例外があるんですよね。それは西郷さんですね。西郷さんは昔の人のように思いますがね、そうじゃないんですよ。今ここではもう難しい話はしません。現代に生きてる人なんです、これはね。生かさないといけないんです。はい。で、それを実践している政治家がね、いるということね。今いるんですよ。少数政党です。はい。皆さんよく考えてください。それは誰だと。本当に少数政党です。ね。まあ立ち上がって今5年ぐらいかな。この、大学は出てないけどね。高校中退だけど、頭のいい人はいますよ。もうそういえばわかるでしょ、誰か。私は彼を尊敬してますよ。私よりはるかに年下です。まあ その人たちにも通じるね、この TMK 帝国主義というのを私は主張しております。それから、針山針彦、宅建士ウェブ講座ね、これは私も最低生活を送ってるんでね、まあ、一つの飯のね、ツールです、これはね。まあ、教育産業携わっておりましたから、講師歴40年ですね。で、全体でね、アクセス数が80万回ですね、あります。はい。ちょっと私の宣伝になりましたけど。じゃあね、今からこの万田文先生ね、これを朗読していきます。それでね、万田文先生の、ちょっと待ってくださいよ。これをちょっとね、この写真を。これはだから、さっき言いました、ご主人のね、万田正春先生ですね、とのその若い時のね、写真、子供たちも可愛いですね。まだ若いです、2人ね。これは正春先生ね。これはふみさん。美人でしょ、ね、可愛いじゃないですか。で、これはね、北海道の酪農学園大学というところの付属農場でね、撮った写真です。ね、まあ、ここの、助手をされていたんですね。はい、万田先生がですね。私もいろいろ探したんですけどね、この書物から万田先生のね、今の写真が出てこないんでね、まあこういうふうに、若い時の写真を出しました。はい、これはさっき言いましたかね、この高出の農場ですね。これで、これがお家ですね。でどっかこの辺りね、合鴨のどっかね、こうあるんですよ、小屋がね。ちょっとここでははっきりしませんけど、これ農田んぼですよね。はい、それじゃあね、今から朗読していきましょうね。これをもとにですね。はい。皆さんぜひね、買い求めてください。ね。南方出版社ね。で、1200円です。ね。はい。じゃあ、読んでいきますね。桜の花のようにと、難病に伏して、万田文ですね。じゃあ読んでいきましょう。観光に寄せてということでね、つれづれ織りなすようなエッセイということで、福永秀俊先生というんでしょうか、これは実はこの方はね、国立病院機構南九州病院長ですね。これは鹿児島市にあります、そこの病院長の方です。まあこの、万田文先生のね、療養に、携わった方ですね。まあ、この方が観光に寄せてということで綴っております。つづれ織のようなエッセイ。ALS ですね。筋萎縮性側索硬化症というんですね。という世間的にはあまり慣れ染みのない不思議な病気がある。脊髄側索の神経細胞が障害され、次第に全身の筋肉の力がなくなり、食べること、話すこと、呼吸することもかなわなくなる。ところが、
知的な機能は全く障害を受けないばかりか、かえって研ぎ澄まされることも少なくない。この乖離こそが知性豊かな患者さんの悩みを深くすることになる。もう15年ほど前に亡くなられた小川内益男さんは、私の生き方に大きな影響を与えてくれた人だった。自分は今は病気を死について、くよくよしないことにしている、ALS という病気になって先生をはじめ多くの人に出会うことができた。一日一日を精一杯生きたいし、病気と友達になった気がするとよく話してくれた。この本の著者である万田文さんも現在この ALS という病気と闘っている。私が万田さんに初めてお会いしたのは、病気になり私の勤めている南九州病院に入院してからである。夫である万田先生かっこして前鹿児島大学副学長で農学部教授ですね、かっこ閉じと溝辺町の高瀬で愛鴨農法の実践を始められた矢先の発病だった。その後さまざまな試練を乗り越えながら、現在人工呼吸器をつけて在宅で療養中である。まあこれはちょっとその頃書いたんですからね、まあ2年前に奥様は亡くなられたんですけどね、病気のあるなしにかかわらず人間には生きる目標というものが必要である。在宅療養に移られた後、私は万田さんとメールの交換をしていたが、ある日自分の物語を書いてみてはどうですかと提案した。時代を共有してきた一人の女性の歩みと、またどのように病気と向かい合ってきたかを知りたいと思った。一人一人の人生もいくつかの小さな物語の寄せ集めである。万田さんには自分の越し方を振り返ることで生きる目標につなげてほしかった。万田さんは早速私の願いを聞き入れてくれて、平成20年6月から毎月3、4編ずつ細やかで優しい、あたかも綴り織りのようなエッセイを紡いでくれるようになった。またエッセイに先立つ前段のメールでは、少し本年も垣間見ることができる。夕方溝辺は雷雨でした。夏の風物詩の蚊帳、懐かしく思い出しました。今でも畳み方を覚えています。先生から勧められふるさとのことを書き始めています。一応元気です。本音を言えばこのしんどさなんとかならないの思いながら一日一日にしのいでいます。これが私の人生なるようにしかならないんですよね。恐れたことは考えないでください。今は家族に私の歩んだ道を書き、残せたらと思っています。そして何よりも自分のためになっています。これも先生という熱心な読者の励ましがあってできていることで感謝です。今朝はちょっと涼しいですね。3人の孫が入り乱れて毎日大騒ぎです。じいちゃんは大張り切りで、それこそ疲れないかと心配です。おかげさまで幸せを味わっていますなどなど、どうして神様はこのような試練を万田ご夫妻に与えたかと思うこともある。うがった見方をすればご夫妻ならきっとこの試練を乗り越えていけると思ったのかもしれない。そして二人が協力し合いながら淡々と療養されている様子を見ていると、そこには二人ならではの幸せ感もきっとあるのだろうと思うことである。これも縁なのか、私の本「病と人の生き方」という本ですね。随筆鹿児島社というところから出されているんですね。この病院長先生のことですを編集して、くれた東谷沢代さんが万田さんの本の編集もすることになった。姉妹本のようなものになり、姉妹本というのはさっきありました
ご主人のね、萬田正治先生の生活農業の時代という本とですね、姉妹本のようなものになり、あ、違いますか、ごめんなさい、これはこの九州文院長の先生のこの病と人の生き方と姉妹本でしょうかね、のようなものになり、嬉しくそして驚いている、蛍の光のようにほのぼのとした中にも凛とした輝きを放つこの本が多くの人に読まれることを願っている、国立病院気候南九州病院院長ですね。はい、まあこの方が寄せておりますね。はい、それで これからがね、萬田文さんの始まりです。はじめにと、思いもよらない病気 ALS 筋萎縮症側索硬化症を発症して私の生活は一変した。憧れだった脳的生活に一歩踏み出したところだった。毎日田んぼや菜園の手入れに汗を流し、そこで採れた米や野菜で食卓を備え、整え、地元の小さな直販所、気楽館でおばちゃんたちとお茶を飲んだり、料理を教わったり、忙しいが充実した日々だった。病気になってからは農作業どころか家事すらできなくなり、ことに昨年、平成20年3月、人工呼吸器を24時間装着するようになってからは、自分の身の回りのことはほとんどに、介護を受ける身となってしまった。一日中ベッドに横たわっている生活になって、できることといえば考えることとパソコンをいじることぐらい。そんな時、南九州病院の福永院長から勧められ、つれづれなるままに頭に浮かんだことを文章化して、メールで送るようになった。常々夫からも生きてきた道を書いてみたらと言われていた。福永先生からはいつも感想と励ましのメールが寄せられ、時には私の筆が滞ると、もっと合鴨農法のことを、なぜ農学部に、などとリクエストを寄せられることもあった。こうして書き送ったものが1年間で35編になり、夫の提案でこのほど本にまとめることになった。最初私はその提案に反対だった。本にまとめることなど念頭になく、その時その時頭に浮かんだことを脈略もなく綴っただけで、内容も中途半端。私が亡くなってからならまだしも、このままでは生き恥をさらすようでとても耐えられない。でも夫の熱心な説得を受けるうち、だんだん気持ちが変わっていった。不十分な内容ではあるが、1年間の私の療養中の気持ちの記録であることは間違いない。いつも私の身を案じ、励まし、祈りを捧げてくださっている友人や地域の方々、私の療養生活を支えてくださっている多くの医療関係者やヘルパーさんたちに、感謝の気持ちとして届けるのもいいかもしれない。娘たちや孫たちに、母あるいは祖母のことを忍ばす寄姿として、忍ぶ寄姿として、本にして残すのも悪くはない。そして一般読者の方には ALS という病気への理解と私のエッセイに共感していただける部分が少しでもあれば妨害の喜びである。2009年8月31日窓辺の病床にて、萬田文。はい、じゃあこれからですね、入っていきますね。桜の花のように難病に伏してですね、このタイトルはそれですね。はい、高出の里ですね。国道504号線を空港を右に見ながら
薩摩町に向かって約5キロを進むと県道加治木栗の線と交差する。ここが霧島市溝部町高出入り口。ここから旧高出村である、そこに至るまでは道路沿いには茶畑や果樹園が広がり、時には大型機械が動いて、いるが、人影を見ることは滅多にない。高出に足を踏み入れると、周りの景色は一変し、左手に国道と網掛川の間に細々と区切られた田んぼが続き、右手の山際には民家が並んでいる。初めてここを通った時、一瞬タイムスリップしたような感覚に陥ったのを覚えている。田んぼにも民家の周りの菜園にもあちこち人が出て何やら農作業をしている。竹でできた大きな背負いかごを背負ったおばあちゃんが道路の端を車を避けながら歩いている。かつてどこかで見たことがあるような懐かしい風景。ここに住むことになろうとはその時は思いもよらなかったが、今日移して5年経った今、今でも出先からの帰路、高出に足を踏み入れると、窓外の心休まる、窓外というのは窓の外ですね、窓外の心休まる風景について、見とれる。春先、田んぼはレンガの花や菜の花で彩られる。田植えの時期、週末ともなると、田んぼは家族総出でにぎわう。サラリーマンをしている息子一家が、稼いに来るのだろう。田植えがあらかた済むと、あちこちの田んぼで腰をかがめて草取りをしているお年寄りの姿を見かける。一方、民家の方は質素な作りながら、手入れの行き届いた豊かな佇まいの家が目に留まる。庭には四季お料理の花が咲き乱れ、納屋の軒先には春は玉ねぎ、冬は大根、柿などがぶら下がっている。軒下には薪が整然と積まれ、夕方になるとあちこちの煙突からは風呂を焚く煙がたなびく。夏、釣り竿を持った子供たちが川で魚釣りに興じている。収穫の秋、夕日に照らされた黄金色の田んぼの美しさは言うまでもないが、稲刈りの時の田んぼの賑わいはまた格別である。またまた家族総出で、刈り取られた田んぼでは子供が走り回っていたりする。今ではさすがに稲は機械で刈るが、刈った稲の束を乾燥させるために田んぼに組み立てられた長い、竿に一つ一つ肌掛けにする。肌掛けって言うんですね。肌掛けにする。肌掛けというんですね。あれはね、人手のいる作業である。そして 1,2 週間も、天日に干した後、脱穀機でもみを落とす。道路は麦わらや、もみ袋を積んだ軽トラックが行き交う。ここに住むようになって分かってきたことだが、多くの農家は年を取って田んぼの仕事が難儀になってきていると。お金になるわけでもないし、できたらやめてしまいたい。でも先祖代々受け継いできたものを自分の代で荒らすわけにはいかないとの思いで、老体に夢中って米作りを続けているという。そんなこともあってか、最近ではコンバインで収穫してしまうところが増えてきた。この機械、一挙に、4列とか6列の稲を刈りながら、もみと麦わらに分けるという優れもの。あっという間に、収穫作業は終わってしまう。あとはもみを、乾燥機に入れれば1日で出来上がる。見ているだけだと何とも味気のない作業ではある。でも高出がいつまでも、風情豊かなところであってほしいという願望は何とも身勝手な願いであることは承知している。実はかくいう我が農園も一昨年中古の
コンバインを購入したのである。昔の農家の過酷な労働と丁寧な暮らしに思いを馳せるとき、ただただ頭の下がる思いである。2008年、6月30日ですね。2番です田んぼの風景ですね。田んぼの風景1ですね。鬱陶しい梅雨の季節になりましたが、我が家の今からは水を張った田んぼが、ジグソーパズルのように緑のあぜに縁取られて、遥か遠くまでキラキラ輝いて、見えます。秋の収穫の時期、夕日に黄金色に輝いて見る田んぼの風景も実にいいものですが、田んぼの曲線美が際立つ今の時期の景色が私は好きです。今日は我が家の田植えでした。同じ集落の藍賀茂農作を目指す数軒の仲間と、良いの精神で、準備した、稲を、良いというのは結びですね、6単余りの田んぼに移植しました。この稲はまず、種もみの選別、塩水に入れて、そこに沈んだ充実した、もみだけを取るをし、次にその種もみを消毒、もちろん農薬は使いません。60度の湯に10分ぐらい、つけると、病巣、稲のその箱ですね、病巣に、種をまき、田んぼに置いて1ヶ月余り育ててきたものです。ここまでの一連の作業は、ゆいの共同作業です。今時珍しいゆいですが、メンバーには、年寄り、若者、ベテラン、初心者、いろいろおり、機械操作が得意な人、肉体労働を厭わない人、全体監督を得意とする人、それぞれの条件と能力に応じた関わり方で参加 します。人間同士だからいろいろありながらも、年々ゆいの参加メンバーは増え、栽培面積も増えています。今日移植された苗は、今日移植された、早稲は、装病は、田んぼに放たれた藍衣のひなとともにすくすくと育ち、秋には豊かな実りをもたらしてくれるの祈るばかりです。実際これからも田んぼの水管理、あぜの草取り、何回か訪れる台風や大雨と苦労は続きますが、基本的には自然の摂理に従い、稲の生命力を信じて見守るだけです。去年今年と意に反して田んぼに入ることがかなわず、今から見るだけの稲作になってしまいましたが、そうなってみて改めてその感を強くしています。2008年6月14日 3ALS についてですね。自分の病気が ALS だと告げられた時点で頭をよぎったのは、いつかテレビで、見たある患者の姿でした。人工呼吸器をつけ、10年以上もベッドに横たわったまま、まばたきだけで介護者に意思表示をしている姿、これは大変な病気になってしまった。私はああはなりたくない、単純にそう思いました。私は昭和19年生まれ、昔なら死んでも特別惜しまれる年齢でもない。実際青春時代から無我夢中で走り続け、50歳の山を越した時点で思ったものでした。自分は充実した人生を送ることができた、これからは儲け者の人生と。念願だった能のある暮らしに足を踏み入れたばかりで、これからという時残念ではあったが、畑や田んぼで
働けない体になってしまった以上、脳のある暮らしどころではない。このまま自然に任せ、その時が来たら心潔く千の風になろう。人間だって動物の一種、食べられない、息ができないなら死ぬのは当たり前。医療も、呼吸器も自然の摂理に反しているのではと思いました。娘たちは呼吸器をつけてでも生きていてほしいという。私が家族に負担をかけるのを恐れて、気管切開を拒否していると思って説得にかかってきました。私としては、当然それもあったが、それ以上にベッドの上で身動きもできず天井だけを見て長期間生き続けることへの恐怖感からのことでした。当時私の自覚症状は声が出しにくいことと少し嚥下障害が出始めていたくらいです。まあこう飲み込む障害ですね。あまり差し迫った状態ではなく、家族は本人の意思を尊重するしかないということになり、私自身もこんな状態であと 1,2 年過ごして寿命が尽きたらちょうどいいかななんてのんびり構えて、いました。ところがそれから 2,3 ヶ月も経たない昨年平成19年6月定期の検診で血中酸度ガス血中炭酸ガス濃度が異常に高くなっているということで緊急入院し、夜間時、鼻マスクを装着することに することにと。今振り返ると自覚的にはこの時を境に病気はみるみる進行し、複数の食事が取りにくくなり、あっという間に体は痩せ細り、息苦しさも日に日に増していくようになりました。毎日いかにして食べるかということばかり考え、誤嚥の恐怖と戦いながら恐る恐る食べ、点滴で栄養と水分を補うという毎日にほとほと疲れ果て、11月、胃ろう造設手術を受けることに。この頃になると心の余裕はなくなり、ただただ苦痛から解放されたい気持ちが強くなってきたのだと思います。さすがに気管切開手術についてはあれこれ思い悩みましたが、結局は頭で考えるか、頭で考えた結論は、もろくも崩れ、この息苦しさから解放されたい、もうしばらく生きて、いたいという気持ちの方に従うことに、心中はこれでいいのだという思いと、重いのは思いのほか強かった生への執着への敗北感のようなものと、何とも複雑なものでした。本当複雑ですね。まあわかります。かわいそうです。私もね、危篤状態になったんで、この気持ちはわかりますね。危篤状態でね、ちょっとこう良くなるとね、やっぱり生へのね、この憧れと言いますかね、まだ来たいという気持ちになるんですね。まあその気持ちはよくわかります。ともあれ、平成20年3月12日、気管切開手術を受け、人工呼吸器装着の身にと、心配して駆けつけてくれた、義弟夫婦に、私は当時の心境を次のようなメモにして渡した。迷った挙句に、気管支切開手術に踏み切りました。これからの家族の負担を考えると申し訳ない気持ちになりますが、開き直って新たに得た生を何とか有意義なものになるよう大切に生きていこうと思います。これからどう生きたらいいのだろうかと一生懸命考えていた時で、あんな文面になったのだと思うが、あれから約4ヶ月経った今はちょっと違った心境です。誠意に意義のあるなしなんてあるんだろうか。ただ与えられた誠意を全うするのみと。これからもまだまだ
試行錯誤の人生です。ごちゃごちゃ書いてしまいましたが、自分の気持ちの湯量を記憶しておこうと あえて書いてみました。ついでに言えば、一番嬉しかったのは院長先生の季節。季節というのは、これは気管切開手術を略した言葉でしょうかね。季節呼吸器装着、良い選択をしたと思いますという言葉でした。2008年8月何か、今日はねここまでにしときましょう。この奥様のね、心境はよくわかります。私も去年ね、まあ奥様ほどではないんですが、まあ3ヶ月間ね本当にね死ぬ思いでしたのでね、この気持ちわかります。それで、まあ万田先生ね、正治先生ご主人から聞いた話ですが、よく「歎異抄」ね、を読んでいたそうです。これもねよくわかります。皆さん歎異抄ってご存知でしょうかね。まあこれ今から出てくると思いますけどね、やはりね最後は宗教的なものになるんですね。まあ生と死、死を考えるとどうしても歎異抄、まあ鎌倉時代のね幽玄、親鸞の弟子ですね、まあ50歳ぐらい違うと言われていますが、まあ親鸞の教えですね、まあそれを誤解のないようにということでね、まあ書かれたのが歎異抄です。まあそれに傾倒してたということですが、私もね今歎異抄をね読んでるところです。これはもう夏目漱石とかね、それから京都学派の三傑というのがありますね。三人の哲学者、西田喜太郎ね、三木清、それから何でしたか、もう一人おりましたね、なんとかはじめ、まあそれから何ですか、作家のね司馬遼太郎、あまり司馬遼太郎私はあまり好きじゃないんです。まあここでねまあいいんですが、その文芸評論はね後にしておきます。まあそれから、ヨーロッパではねアインシュタインとかハイデガーねがやはりね歎異抄を研究してみたいとそう思ったらしいんですね。まあそれから倉田百蔵のね出家とその弟子っていうのはまさにその小説なんですがね、まあこうしてね親鸞の教えは大雑把に言えば、まあ信心欠如というんでしょうか、まあその自分の命はね御座に預けると、阿弥陀様ですね預けると言うんです。でそれがね心が決まるというのを信心欠如というんですがね、でこれは生きてるうちにねこれを、得得すると、まあ信心欠如になると、そして、死後はね立派にその御座の下でね、まあ魂としてね、蘇るというものです。まあこれをね信じるかどうかはまあそれぞ、それぞれね、クリスチャンもおりますのでね、これはまあお釈迦様のね教えですから、親鸞の教えはお釈迦様の教えですからね、東洋のものです。でまあ仏教なんですよね。だから仏教っていうのはね穏やかなんですね。仏教でね戦争が起きたことはないんですよ。領土問題が起きたこともありません。まあねよくキリスト教とイスラムはよく喧嘩してるでしょ。十字軍しかりね、それから、まあ、宗教戦争のあれを帯びてますね、ガザイスラエルね、まあそういうのがね仏教にはあんまりないんですね。はい、まあそこは余計なことですが、この奥さんもねやはり、そういう、もう私も思いましたよ。やっぱり生死をねこの自覚するとねどうしてもそこへ行ってしまうんですね。はい、これはまあ人それぞれでしょうが、まあ今日はね、ここまでにしときましょう。24ページまでですね、第1回目です。じゃあ終了します。失礼します。